IFM です。今日心霊スポットやってまいりました。これから向かう場所はですね、八王子城址、有名ですね。なんか八王子のお城周辺、ちょっと台風の影響でね、崩れてるところがあるとかなんで、行けるとこまで行ってみようかなと思います。はい、では自己紹介いたします。僕は IFM の N です。そしてこちら塩です。彼と二人でね、ちょっと八王子の心霊スポット回ってみたいと思います。では行ってみましょう。ということで、今入り口のあたりにいるんですけども、見ての通りですね、恐ろしく真っ暗です。すごいっすよこれは。で、今一応ライトつけるんですけど、手持ちの投光器で、投光器つけてこれですね。立派な橋だなこれ。ちょっと写真後で撮りますね。あー城跡じゃねこれ。すごっ。ちょっとカメラ何にも、マジで何にも映ってないけどこれ写真見ればわかります。ちょっと待っててくださいね。一人暗闇タイム、カメラ回しっぱなしでね、ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあちょっとこれから暗闇タイムやってみます。ガサガサ音が聞こえる、向こうの方。はい、3、4分経ったんで、とりあえず一人タイムこれで切りたいと思います。ちょっともやがかってんだけどね、向こうの方見えるかな。向こうの方でね、なんかすげえガサガサ言ってるんですよ。ただガサガサ落としたところがね、気になるんだよね。ただ人が入れそうな雰囲気あんまないんだよね。なんか動いたな今。なんだろう、何が動いたんだ今。あっちの方でなんか影動いたんで、細長い影だったな。鹿の角みたいな。なんだろう、なんかいい情報あった？は庭だって。庭な、向こうバサッつったよ、うん。はい、じゃああとはね、来た道を戻るだけなんでね、多分ここが一番奥だよね。え？なんか言ったお前。ん？今。光向けた瞬間にビデオカメラの電源落ちたんで、もう一回電源つけます。何？エコモードには電源が切れない。どういうこと？まあいいや。はい、これでレック始まりました。なんか急に落ちたけど、まあそれはそれで置いといて、ちょっとビデオカメラで継続して撮ります。はい、これでレック始まりました。なんか急に落ちたけど、まあそれはそれで置いといて、ちょっとビデオカメラで継続して撮ります、ね。特段変わったことはないんだけど、電気消してすぐ、2、3秒経った後に、ね、上の方から2回連続でう、うちっちゃいのだけ聞こえて、空耳説は十分なんだけど、そういう話をした後だったし、何も聞こえなかった。うん、水のせせらぎしかやっぱ聞こえないよね。女子供の泣き声だとかが聞こえるとは噂ではありますけど、まあでもそれだけのね、凄惨な出来事があったところだから十分、うん、そういう方々がいてるのかって、ね、うん、400、500年経っても声がするっていうのはすごいことだと思いますよ。相当溜まってるところだね、うん。総括するとですね、特にこれといって怖いことはありませんでした。八王子城址怖くはなかったです。ぬかるみで足取られることの方が怖かったです。ということで今回はここまでになります。また次回の心霊巡礼でお会いいたしましょう。バイバイ。